p f e 通信は、スペイン・マドリードに拠点を置く通信社スペイン語圏における主要な通信社であり、AP 通信、ロイター、フランス通信社に次いで、世界で4番目に大きな通信社である。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットなど、様々な媒体のニュースを取り扱っている。所属するジャーナリストは、約60の国籍で、約3000人に及び、 年間300万件のニュースを配信している。約120カ国の約180都市から24時間365日にわたって配信を行っている。ヨーロッパのマドリード、コロンビアのボゴタ、ブラジルのリオデジャネイロ、エジプトのカイロに編集局を備えている。社名の EFE はスペイン語における F の発音と同じであり、これは前身となった通信社であるファブラ。 フェブス、ファーロの頭文字と同じである。しかし、設立者のスニエールはファシスト政党である、ファランヘイ党の頭文字であるとしている。1865年に、ジャーナリストのニーロ・マリーア・ファブラによって設立された、セントロ・デ・コレスポンサレス起源であり、この会社は、スペイン初の通信社とされている。八百七十年には、フランスのアバス通信社と協力協定を締結し、 アバス通信社による国際ニュースをスペイン国内に配信した。1919年には前身となるファブラ通信社が設立された。1939年に EFE 通信が設立された。当時の拠点はブルゴス県ブルゴスであり、この都市はスペイン内戦に勝利したフランシスコ・フランコの拠点にもなっていた。設立者はフランコ政府で、 内務大臣を務めていた、ラモンセラーのスニエールであり、スニエールは、フランコの義兄邸だった。実務を担当したのは、ジャーナリストのビセンテがジェゴである。1940年、EFE 通信は拠点をマドリードに移転し、またバルセロナに支局を開設した。1965年には、アルゼンチンのブエノスアイレスに支局を開設し、南アメリカにサービスを拡大した。 1969年には英語とフランス語のサービスを開始し、1972年には中央アメリカの複数のメディアと共同で中央アメリカ通信社を設立した。アメリカ大陸でのサービスを拡大させたことで、1979年には米州新聞協会の正会員となった。1984年にはヨーロッパ発の写真通信社である。 EPA 通信に正式に加入した。1995年には活動の独立性や中立性が評価され、アストリアス皇太子賞を受賞した。ありがとうございます。